はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。エモエモン様、アキリン様、ソンノージョージ様、元子様、ご支援ありがとうございました。ありがたく頂戴して、政治活動資金とコーン太郎裁判費用にさせていただきたいと思います。何度もご協力いただきまして誠に恐縮であります。河野一族は中共の犬で、私が河野太郎に訴えられている裁判の進捗状況、東京地方裁判所令和5年は第317645、裁判官3人にバージョンアップしてですね、最初1人のあの裁判官だったんですけど、あれ、この河野太郎って、あの河野太郎って裁判所が気づいたようで、急に裁判所裁判官3人の豪華裁判になったんですけれども、弁護士先生ね、これひょっとしたら、全く別な裁判として番号変わるかもしんねえねって言ってたんですけれども、番号は変わりませんでした。令和6年5月14日午前10時30分から裁判長3人と双方弁護士による第2回論点整理会議やるそうです。5月14日、プレ裁判会議を2回もやるんか。さすが裁判官3人のデラックス裁判ですね。普通の1人のあの裁判だったらプレ会議なんていうのもやらないでいきなり初回ですもんね。こちらの会議は非公開であります。傍聴できる公開法廷の日時が決まり次第ご報告いたします。5月14日のこの第2回会議で多分初回の裁判の期日決めると思うんですけれども、裁判官3人とあと弁護士、双方の弁護士だからなんか日程決めるの大変そうだな。みんなが空いてる日なんつって関係者5人もいいんだから、大変だな、思います。傍聴来てね。私も行くつもりであります。来てね。荒川区熊野前は明治期に廃社となった熊野神社に由来するそうです。あそこら辺に荒川区熊野神社があったみたいであります。熊野本宮大社って読むのかな、元宮かな、熊野、これなんて読むんだろう、大社、熊野那智大社の熊野三山に由来する神社のことだそうであります。廃社になっちゃったって言うんですけども、神社が廃社になるって何だろうね、何があったんでしょうね、明治の時代に。河野太郎、防衛大臣時代にとんでもない売国をやっていました。玉木雄一郎民民代表記者会見、河野防衛大臣時代に自衛隊施設への電力供給の再エネ化が推進され、現在は 50% 程度となっている。再エネ電力使用率が 50% 程度、電力使用量によって提供先の活動が分かるので、仮に海外の影響を受けた事業者がいれば自衛隊の活動が続けになる。再エネ普及より国家安全保障の価値の方が高いと、再エネ普及より安保の方が大事だろと言ってるわけなんですけど、そっか、再エネ事業者、太陽光発電事業者、にですね、中国のスパイがいれば、というか太陽光パネルってほとんど中国製ですもんね。あと事業者も中国人多いですもんね。筒抜けになってしまうなぁ。あ、急に電力の消費量が増えたなぁ。なんかやってやがんなぁ。なんてことも分かっちゃうっていう売国を河野太郎が防衛大臣時代にやっていたと、世論です。ありましたなぁ。イージスアショアの計画中止なんてのも、スマートメーターに仕掛けがあったら停電できますね。海外資本じゃなくても社員として潜り込ませればそれで終わり。防衛省の各年度における再生可能エネルギー比率 100% の電力の調達を実現した施設及び契約事業者の一覧が防衛省のサイトより閲覧可能です。河野太郎は何をやらせてもやばい。いざという時に電力不足に陥れば対抗不能になりかねぬ、陥りかねぬ。そもそも自衛隊がなんで再エネルギー導入せなあかんの。大臣自らが工作員の可能性もある。可能性じゃないですね、それね。全然可能性じゃないね。ミサイル搭載量を無視できるイージスアショアを何の根回しもなく突然中止したのも河野太郎防衛大臣でした。イージス艦と違って、イージス艦はミサイル
積む量制限ありますけれども、陸上型だったら、倉庫かなんか隣に建てれば、とにかくね、持ってるだけのミサイル撃てますよね。中国共産党の犬が防衛大臣って笑い事じゃなかったですね。あと外務大臣もやってたしね。30年前から太郎は反原発で、閣僚になってからそれ封印してるんですけれども、最初から最後までですね、日本端子のために働いていた売国度は確定ですね。太陽光発電を売りたいがために反原発やってたんですかね。再エネ電力業者が送電をやめたら自衛隊施設が電力不足に陥って出動できないなんて最悪な事態もあるんでしょうか。電力業者じゃなくてもですね、中国製の太陽光パネルばっかなんだから、それにチップが仕込んであってですね、外部からの指令で発電やめるなんてことも、できるような恐れもありますね。やっぱり河野太郎は中共の犬、国防の敵で間違いないかと思います。追加訴訟来ちゃうかな、こんなこと言ってたらな、この犬がなんて言ってたらもう散々、中国国営電力会社ロゴス貸し入り資料の大元、国籍不明の大林美香が再エネ有識者会議メンバーを辞任、外国の影響があったとか、政策が歪められたとかは全くないが、混乱させたのでやめまーす。逃げましたね、これね。逃げたな。世論です。逃げた。こんなことで幕引きさせちゃダメだろ。やましいことがあるから辞任するんだろうな。単なるミスじゃないと認めたな。バレたから逃げた。もう高飛びしてるかな。辞任して済む話ではない。逃がすなよ、証人かもしろ。こいつを引っ込んだのは誰？本丸はこんなのを引き入れた河野太郎だよ。さーて立憲はどうする？立憲はだんまり決め込んでますからね。対談した記事削除して、だんまり、外国の影響は全くない、後ろめたいことないならなんでやめんだよって、職歴不明、学歴不明、功績不明、国籍不明、住基ネットに番号がないなど数々の疑惑があるが、これ掘られちゃまずいって慌てて逃亡したってとこですかね。なんせ立憲がですね、対談記事を慌てて削除するぐらいには闇の人物、大林美香の正体は一体何なんでしょうか。大林って読むのかな、この人な。林官房長官記者会見、再エネ有識者会議に大林美香が紛れ込んだ経緯について、内閣府事務方が提案した案を河野太郎が了承した。中国から不当な影響があったかどうか河野のもと調査する。何、黒幕に調査させたらダメなの？河野に調査させたらダメだろうが。内閣府事務方が提案した案を、この時点で河野太郎が書かせたなんて、河野太郎が推薦して河野太郎が認定してリストに入れさせたそうであります。高橋洋一さんがバラしておりました。なんだ、河野太郎が大林を引っ張ってきたんじゃんか。世論です。事務方は処分するのか。売国釈礼言った。いやー、これは闇感じるわ。河野太郎ってなんでいつも墓穴掘るの？河野自身が工作員みたいなもんだろう。ミカって悪いやつしか いないイメージ。アンミカの悪口はやめたまえ。河野家は親子三代売国度だから。また中国大好きデマ太郎かよ。野党が騒がないのは大体外国人案件だよな。自然エネ財団は中国共産党のための反原発組織なので、日本端子のために反原発をやりたい河野太郎にとってはお仲間なんでしょうね。日本端子って太陽光パネル周辺部品の特許いくつも持っててですね、自分で部品売らなくても他社が売った部品から特許料が入ってくると。中国の影響を河野太郎に調査させるって、なんだそのロッキード事件を田中角栄に調査させるみてえな、バカな真似は。調べたが影響なかったっていうに決まってんじゃんね。すでに問題ないって自分で生きてるし、やっぱ自民党バカバカっすね。高市さん、杉田さん、小野田さん、青山さんなどを除く。鹿児島県伊佐市のメガソーラ施設で大火災発生、感電するので水をかけずに放置した結果、12時間以上経っても鎮火せずと。世論です。テロに使えんだこれ。原因はリチウムイオン電池の発火が濃厚。電池は燃え出したら水かけても消えんし、パネルは発電続けるし、ほんと危険。危険なので国内企業は関わらないから、特和のやりたい放題、太陽光パネル禁止しろ。普通電池の火災なら燃え尽きるまで
消えんよな。こんなシステムは無駄で無理なんだよ。水かけても消火しても近づけないらしいな。東京も数年後こうなる。東京大空襲並みに家が燃えそう。なんか小池都知事、東京都のあの新築の家はあのソーラーパネル義務付けだなんてちょっと前言ってましたね。こんなのね、燃え散ったらあれですね、あの東京大空襲並みになるのは間違いないですね。河野太郎これどうすんだ。次から次へと河野の逆風吹いてますね、これね。良くないことを起きますね。私もあの裁判で河野太郎叩き止めしてやろうと思ってますしね。5月の会議で日程決まりますが、多分7月とかになんじゃないのかな。なんとなく、皆さん裁判に来てね。西日本新聞、月の半分ほどは食べられないムスリムの子供の給食どうすれば。豚肉や酒を含む食品を口にできないイスラム教徒の子供の増加に伴い、学校給食に配慮を求める声が保護者から上がっている。出ました、配慮の強要。世論です。知らんがな。回収すれば。アレルギーの子供のように弁当持参しろ。勝手に他の国に来て騒ぐのやめろ。食べられないじゃなくて食べられるものを勝手に拒否してんだろ。自ら食べないなら自己責任。自分らでハラル認証の給食センター作って運営しろ。日本はそういう国と初めから分かってるはずなのにな。普通に弁当持参すればいいだろ。子供をムスリムにした親が責任取って弁当作れ。イスラム、ビーガン、ヒンズーが好き勝手言い出して収拾つかなくなる。ヒンズーって確か牛食っちゃダメとかじゃなかったでしたっけ。イスラム、ビーガン、ヒンズー、どれもこれも配慮してなんて食うもんなくなっちゃうんですね。フグでも食っちゃう日本に来るのが間違いと。沖縄県の長寿は豚肉たくさん食べるからって判明してるんですよね。ムスリムに合わせて豚肉一切子供に食わせないで、子供の寿命短くなったらどうすんだって話ね。土葬墓地もそうだが、人の国に来て勝手なこと言ってんじゃねえって全く。全体が少数に合わせるとどうなるかっていうとですね、学校の授業は一番出来が悪い子に合わせて進められる。100メーター競争では一番遅い子に合わせて、早い子は待ってて全員にで一斉にゴールなんてバカなことが行われる。学力テストの順位は発表されない。そんな世の中になりますね。どこもかしこもあのジェンダーレストイレになってですね、盗撮カメラ設置や性犯罪が増えますね。 LGBT に配慮してなんつって、どこもかしこも男便所女便所なくしちゃったのね。なので少数者への配慮の強要やめろ。こういう時にシャシャリ出てくるのはですね、いい人ぶり大病にかかったあのバカが出てくるんです。シャシャリ出てくるの。少数に配慮できる私はいい人って周囲にアピールするため、あるいは自己陶酔するためですね。大変だ、配慮しなくちゃ。大声で言い出す。持論ですけど、いい人ぶりたいの国を滅ぼす。地方議員はあのこの病気にかかってる人が大半です。おかげで地方行政はめちゃくちゃこの病気かかってない人の方がごくごく少数、一人もいねえかもしんねえ。私はこの病気にかかってなかったんで懲罰かけられましたけども。この他のニュース、その他のニュース。小林製薬株主総会で紅麹が原因とみられる死亡者は4人と報告。株主から社長が悪い、経営体制にずっと問題があったんじゃないの、厳しい質問が飛び、社長が泣く社長がポロポロとサメザメと泣く。社長泣いても死んだ方、亡くなった方戻ってきませんけどね。松本人志文春初回口頭弁論に691人並ぶ。抽選倍率36倍の狭き門に。松本人志は出廷せずとも高い関心。テレビ放送に生主の野田総理の姿もあったそうであります。またヤジ馬が押しかけてるんだな。富士田医科大学、群馬大学、富山大学、金沢医科大学、茨大の、共同研究チームが知的障害、自閉症、統合失調、双極性障害、うつ病、アルツハイマーなど109の精神神経疾患で乳酸が増えることによって、脳内乳酸が増えることによって脳が酸性になっていることを発表。立花隆、N党の立花隆、自分で統合失調だ、統合失調と双極性障害だって言ってましたね。こんなに薬飲んでるっつって
薬、自慢もしてましたんで、脳みそ酸性になってんだな、あいつもな。何食えば何すればアルカリ性に傾くんでしょうね。それが分かれば医学の大進歩ですね。こうすれば、これを食えば、この精神疾患が、ちょっと軽くなるなんて発見されたら、すごい進歩だと思いませんか、医学の。というわけで、メール当院さんになってください。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。デトックスジャパン。